この辺りで羽根付き餃子が始まったとか始まんないとかなんてね、話も聞いたり聞かなかったりしたもんでね。親方の今日も酔いどれ、外食万歳。え、こんにちは、親方です。北京ダックの味を知らないダックローです。今日もね、週に一度の外食万歳始まりましたよ。始まる今回はよ。ね、蒲田の方にあるね、中華屋さんでね、コンパル本館っていう有名なとこみたいでね、そちら行ってきましたよ。今日は大田区なんだな。ちょっと遠いじゃねえこちか。らのね、看板もね、中華っぽいね。中華っぽいってか、まあ、中華ですよね。一人ボ中ケ華ツッのコミ。ね、ならではの感じがいい味出してましたよ。お客さんもね、ちょうどお昼ぐらい行ったけど、満員でね、一個だけ席があって、滑り込みセーフでしたてめえはなぜかラッキーなとよ。こあまるんずだはこな。ちら、これのね、生ビールで。で、私はコーラでね、乾杯で。水にしとけよ、水に。で、最初にね、出てきたのは、こちら。この色、この形は私のまさ大好きか。なね、エビチリですよ。やっぱりそうか。このエビチリがね、なんか隠し味というかね、これね、私、一番のね、おすすめでしたね。これ、なんせね、何を隠してんだっていう話になってくるんですけどね。てめえが気づかねえだけで隠しちょってとはねえだ私にろ。何を隠してるか分かりませんでした。わからなかったんかーい。で、こちらライスでね。知ってるし。私はライスがないとね、おかずがね、なんか食べるのもったいないような気がしてね。まあ、引き立たせるですね。おかずをね。さすが米で、尾相さん。方はこちら頼んでね、おこげのね。これ最初ね、このご飯とね、このかけるの別々に出てきたんですけど、もうさってもうかけられちゃったんでね。早いですよ、素早いですよ。てめえシャッターまあ、か構けえらとれちけゃったっや。ていうか、まあ、私がね、ノロノロしてたらね、取り損ねちゃったっていうのがね、正しいのかもしれないですけどね。この薄野郎野郎。私はね、きゅうりがね、苦手なんでね、きゅうりなしでね、入れて、これもやっぱ美味しかったですよね。こういうのも私初めて食べたんですけど、野菜もちゃんと食え。きくらげも入っててね。で、こちら餃子。これがまたね、いい感じの、パリパリ加減なんですよね。なんか一説によると聞いた話ですけど、この辺りで羽根付き餃子が始まったとか始まんないとかどっちだよ。なんてね、話も聞いたり聞かなかったりしたもんでね。適当っぷりが炸裂。で、こちら深煎りスープね。これもね、深煎りがたくさん入っててね、非常に多かったですよ、これ、ほんとね。贅沢だバカ野あと郎。ね、北京ダック頼んでたんですけどね、お腹いっぱいになっちゃってたんでね、ダックローのお土産にしようなんてね。初めての北京ダック、美味しくいただきこましちた。ら、ダックローの食べる前のね、包む前の北京ダックの雰囲気ですよね。こんななってんのか。クレープみてえだな。で、こちらね、外出てから気づいたんですけど、テレビでもね、海洋サプライズ出たりね、中田さんとか、佐藤健さんとかね、出てるやつに出たんですね、これね。で、あと、林修の日本ドリルなんてね、ギャル曽根爆食いなんて、こういうのも出てたんでね。番組2つ出てるんでね。まあ私のね、酔いどれ親方チャンネルがね、出たんでね。3回目になるんですかね、こちらね。一緒にしてんじゃねえまあでバもカね、野郎。私はお忍びで行ったんでね。何がお忍こびちだらよ。のお店はね、私が親方ちゃんなんていうのはね、知らないでしょうからね。誰も知らんわ。まあちょっと今回はね、載せないでくださいなんてね、親方ちゃんの名前は出さないでくださいって私もお願いしたんでね、この看板に乗ることはないですけどね。てめえよくもそんなホラばっかり吹けるでな。ね、こちら
歩いてたらね、これ多分桜と思われるんですけどね、見てください、このね、もうちょっとで咲くぞみたいな感じでね、いい味出してるな、綺麗に、もうつぼみやらね、若干咲いてるのもね、あったんでね、こういうのもね、私も若い頃はもう 見向きもしなかったんですけどね、花も見れない、これなんかもね、だいぶ、いい味出してますよね、じじになるとね、こういう景色も見ようっていう気にもなってきますね。僕ちゃんはまだ花よりだもん。でこちらね、お団子をね、いちご大福なんかね、いろいろ売ってたんでね、車内で食べましたよ。あとダックロのお土産にもね、買ってって、あざっす、桜餅もあったんですけどね。っていうことですよ、このいちごのこの色つや、いちごもいちご素晴らしいですよ、これね、これうまかったな。で私はね、途中ミニストップに寄って、私ミニストップ大好きでね、もうプリンパフェやらいろいろあるんですけど、どれも好きでね、まあその時によって違うんですけど、こちらのねいちごパフェなんかね、なんかやっぱ今いちごの季節なんですかね、私はもう季節が夏にスイカがあるぐらいしか知らないんでね、わからないですけど、しょっちゅういちごを見かけるんで、季節かななんて、雑の極み、たまたま見ただけなのかもしんないですけど、いろいろらしいぞ。まあでもね、今日もちょっと美味しくいただきましたよ。私はエビチリがね、一番ねおすすめですね。もう他にもメニューたくさんあったんでね、何回行ってもいろいろメニュー変えて楽しめるんじゃないかなと思って。私も人間に生まれたい。チンパルさんね、蒲田に行った時はおすすめですよ。頼むから俺もそろそろ連れてってくれよ。まあ今日もねご紹介させていただいたんですけど、またね来週どっかでね、マンボウもね終わりみたいなんで、まあ都内にはね行かないかもしれないですけど、またちょっと気分次第でね、行ってみたいと思いますんで。何が気分次第だ、偉そうに。リクエストだったらね、私の町のこの店になんてね言っていただければ、私もねおっと思ったら行かせていただきますんで、よろしくお願いします。ではまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイ。さようならでございます。